ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。今日は2024年の8月の27日火曜日です。今日は久しぶりに中国新聞の県北版ですが、秋田方市のニュースが載っていましたので、県北版のこの左の、大きく小さく載ってたんですけど、そこの新聞を見ますと、縦に産業、大きく見出しがあって文章があります。縦に大きくはこう書いてありますね。秋田方市吉田の産保育施設、そして次の項目は一時預かり場所確保、これは大きく書いてあります。そして次、その左にもう少しちょっと小さくしたのが市方針、災害リスク高まる場合というんでね、これ産業が大きく書いてあるんですね。秋田方市吉田産保育施設書いて、左に一時預かり場所確保、これ大きく書いてあります。そして左にちょっと小さく市方針、災害リスク高まると、高まる場合と書いてあります。そしてそれがあって、中の項目に入ってきますので、ちょっと読んでみたいと思います。秋田方市吉田町中心部の隣接産保育施設を統合移動する、移転する市の認定こども園整備計画をめぐり、藤本悦司市長は26日の記者会見で、子ども園開園までに災害リスクのある気象条件が見込まれる場合、一時的に保育できる場所を確保する意向を示した。吉田商工区内の産保育施設は土砂災害特別警戒区域、災害特別警戒区内か、土砂災害が起こる危ない区域に入っているということですね。にあり、移転は欠勤の課題、緊急な課題と書いてますね。子ども園について石丸伸二前市長は、約5キロ離れた別の小学校区の旧田んぼアート予定地、同町山手に公園と一体型で整備する考えだったが、藤本市長は市議会の多数意見や地元の声を踏まえ、吉田商工区内での整備を表明している。この日の会見で藤本市長は方針を重ねて示し、同商工区内の複数箇所で候補地選定を進めていると説明。その上で自然災害を想定した現状での園児の安全確保を問われ、警報が出ると予想される場合は前日に保護者へ連絡し、一時的な保育場所に通ってもらう形を取りたいと述べ、早期実現へ関係者と協議しているとした。これが新聞の記事です。これは恵比寿博さんが書いておられる記事であります。そして私はそのなかなかいいなと思ってね、秋田方市吉田さん保育施設が一時預かる場所を確保、そして市の方針、災害リスクが高まる場合は、そういう仮設の場所へ移すと、なかなか、これでいいなと思ったんですが、記者会見をね、昨日やっておられるというんで見てなかったんですね。それで、記者会見を動画載ってますので見ました。そこで私が感じたことを言いますと、こうですね。質問がありましたね。その子供保育園の施設について、スケジュールはどうなってますかと質問が記者からありました。そうしたら、今の市長さんは、吉田校区内の整備 をするということは前から言っている通り、そういうふうに考えているという、ことを重ねて、表現されましたね。そして、じゃあその次に、候補地はまだ今やってるところでまだ決まってないので、具体的なことは言えないということでした。だいたい候補地が決まって出て、それから今度はみんなに知らせるわけで、それからまた議論が進みますから、コロナからまた時間がかかるわけですが、その具体的には言えない。ではスケジュールはどうなってますか。いついつまでに候補地を決めて、それを予算化して、そしていつまで経っていつオープンするんだというスケジュールはどうですかと言ったら、スケジュールも
今は言えないで。え？で目標とするものはどこを目指してやっているのかは聞いている私には分からなかったですね。え？ちょっとびっくりしましたね。そして2番目の一時預かり場所確保って書いてあったんで、あもう確保できたんだ、まあそんな話になると思ったんですが、その質問に対して確かに何か災害がある場合は、今情報が早く流れるので前日に保護者に連絡してそこの場所へ、安全なところへ通ってもらうという思いがあります。あいい思いです。でも具体的な工事は進んでいない。今情報を取っている状態です。うん。じゃ あそういう状態で、じゃあいつまでに、その仮設の場所ができるんだという、そういうスケジュールはどうするとか言ったら、スケジュールも今は言えない。早ければ早い方がいいと思っていると。そうすると、この記者会見を見ると、保育施設がどこに移る場所も具体的には言えない。それに対する目標のスケジュールも言えない。じゃあそれに預かる仮設場所が危険な時にやる仮設場所もそう思いはあるけれども、候補地は情報を取っている、情報を取っている状態で具体的には言えない。じゃあその仮設施設はいつまでにやろうと考えているのかというそのスケジュールも言えないが、早ければ早い方がいいと思っている。これちょっとびっくりしましたね。何も進んでいないことがびっくりしました。この特に保育施設に関してはまたずっと前からこう、検討し練って、まあ、揉めたりもした、まあ、当然なんか施設が移るときには反対する側もあるし賛成する側も当然あります。どの施設があるにしてもあります。特に私たちの地域であったのは火葬場がね移るときにはね、これは迷惑施設でね、すっごい議論があってがしましたが、まあ、まあ立ってみんなが使って、いますけどね、そんな形で、場所があるのはかなり難しいことではあります。でこれをですね、その判断するのに、今の状態が現状どうなっているかという判断するのに、私は、まあ、新聞の情報とそしてこの会見を見てね、2つを見てね、それで今から今現状はこうで、今何をやらなきゃいけないのか、何がされなきゃいけないのか、スケジュールはどうなのか、そこはっきりした具体的なものがやっぱり示さなければならないのか、そこら辺りをですね、これはまあ上げた方の住民の人がですね、これを着てどうやるのか、今この状態をどう打開していく、どう進めていくのかということはですね、これをねもうみんなで検討して知恵を出してね、前に進めて、まあ行かれるだろうと思うんですがね、ちょっとこの2つの新聞記事と記者会見を見てね、ちょっとさ受け取り方が違うということは、記者会見を見られた人も賛成の方と反対の方の受け取り方は違うんですがね、まあ、全体を両方見て市民がねどう行動するかというのはね、やっぱりこれは、まあ議会が動けという人もおられますし、でも住民がこれ結局動かないとね、これ前に進まないかも分かりませんね。私たちのところのこの迷惑施設と言われた斎場はね、これやはり最後はこの地域がもう揉めましたけど、でもやっぱりあれは最後は住民が、まあ、方向を出して、それに、まあ、市はやってほしいばっかりでしたけど、議会などほとんど関係しなかったですけど、やっぱり住民が最後は決定的なものになったことは間違いがなかったですね。これはまあ大変なことでした。迷惑施設ですから。でも保育施設というのは希望の施設ですからね、もっと前向きな意見がどんどん出てね進むと思います。昨日の会見はね、そういう希望の施設であるにもかかわらず、そして、その保育場所が危ない時に引っ越さないけんところの仮設でありながら、これはもっともっともっと盛り上がって前に進む案件だと私は思いました。いやー今からね、これやっぱり、秋田方市の住民の熱がね、この施設をもっともっと前に上げるキーワードに私はなると思いました。いやー今から秋田市民のこの2つを見てもらいましてね、前に進むことをね
被災しております。いや、願っています。